息子へ、拝啓、お体変わりございませんか。私はおかげさまで元気ですが、近頃生活に変化がありました。私の住まいにルームメイトがやってきたことです。この男、極悪人か、はたまたただのバカなのか。ただ一つ言えることは、私が今もこうして手紙を書いていられるのは、あの男のおかげだということです。あなたとの面会の日まであと少し。その時には彼の、私の友人の話をたくさん聞いてください。その時を楽しみにしております。ケーグ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、じいさん、相棒はどうした？いや、ちょっと川屋へ。何？川屋なら許可を取って必ず連れションで行けと言ったろ。いや、すいません、うんこつっからさすがに連れ運はないかなと思って。大丈夫です、シャチもうんこしたかったらしいんで連れ運です。そういう問題ではなくてだな。ああ、なんかわしもうんこしたくなってきた。監視さん、付き合ってくれますか？なんで？兄貴、こんなの見つかったら懲罰棒行きどころの騒ぎじゃねえぞ。その通りだ。俺が行きてえのは懲罰棒ではなく監視長の部屋だよ、シャケ君。シャチです。不正の決定的証拠をつかむんだよ。お前、奴の手駒だったんだろ。案内しろ、浜地君。シャチ、そんなの無理だ。あそこに行くまでどれだけ正常された扉があると思ってんだ。はい、こちら神谷。何？何やってんだバカ野郎。やべえ、刑務作業抜け出したのバレたんじゃ。鍵なくしたって、まさか盗まれたのか。どうやら俺たちじゃねえようだが、早く戻らねえとバレちまうよ。ビビってんじゃねえや。奴ら鍵泥棒とやらに気を取られてる。サボりまくらい見逃してくれんだろ。行くぞ。見逃さねえよ。だってここに鍵泥棒いるもの。え、どこ？あっただろう。なんでびっくりしてんの。俺は泥棒なんてしてねえぞ。落ちてたとこ拾ったってわけだ。しかも返すからね。落ちてるって、これ人間落ちてるよ。あれ、本当に今回はとことんまでやるつもりなんだな。なあ、リベンジの時は来たぜ、イタチ君。せめて魚編はつけて。よし、こっからは目立たねえよう変装で行くぞ。さすが兄貴、監視から着物を剥ぎ取ってきたんだな。ああ。いいか、俺がパジャマの監修、お前は連行される囚人で行くからな。さっきと何も変わってねえけど。パジャマの監修って何？ただの東洋と西洋の囚人コラボレーションは。仕方ねえだろう、夜勤明けだったらしく監修パジャマ着てたんだよ。何ややこしいパジャマ着てんの、その監修。つーか、それなら真っ裸の方がまだ目立たねえよ。大丈夫だろう、これで鉢巻きと棒を持てば。ほら、結構なパジャマの監修に見えるだろ。いや、パジャマの監修みんな知ってるみたいに言わないで、未確認生物だから。じゃあ監修の線はやめるか。枕とお化けなんてないさで、パジャマっ子で。なんでパジャマっ子が囚人連行してんだよ。つーか、お化けなんてないさって何？右手に何持ってんの、それ。発見されたらどんな状況って説明すんだよ、それ。おい、貴様ら、そこで何をしている。
なんでこんなところに囚人とパジャマっ子？どういうことだ、うまくな貴様ら。静かにしろ。このパジャマっ子がどうなってもいいのか。くれ、助けてパジャ。ああ、そうか、パジャマっ子を人質に脱獄するつもりか。いや待て、なんでこんなところにパジャマっ子がいるんだ。うせえ、人はみんないずれパジャマっ子だろうが。ぐちゃぐちゃ喋ってったパジャマ引き裂くぞ。これ やめろ、パジャマに当てを出すな。なんであんたまで犯人になってんの。手上げろ、どげろ、道上げろ。いいか、追ってきたらパジャマどうなるか分かってんだろうな。この白いラインのところが真っ赤に染まることになるぞ。後ろ向け、そのまま進め。そして控え部屋まで行ってパジャマに着替えてこい。いいか、ボタンかけ間違ったりしたらどうなるか分かってんだろうな。こら、分かった、行け。警戒態勢だ、囚人たちを牢に入れろ。鍵を盗まれたというのは本当か。すいません、謝って済む問題か。感想は、それがどこにも。やつだ、バレおった。こんな時に応答願います。この無線は私監視長によるものであります。監視長。いや、どうしてもみんなに集まってもらいたくて。貴様誰だ、監視長じゃないだろう。監視長ですよ。もっとも今はちょっと調子が悪いので、代わりの者が喋ってますけど。監視長、ようこそ監視の皆さん、僕らの国へ。やべえよ兄貴、早くしねえと。くそ、不正の証拠なんて何も出てこねえぞ兄貴。お兄貴、外のガキどもに探らせてたんだ。じいさん宛に送られてきた息子の手紙渡して、その住所を調べてこいって。兄貴、こんな時何言ってんだよ。奴ら住所探って会いに行ったんだ。でも会えなかったらしい。いなかったのか。ああ、その住所どころか、この世界のどこにもそんな奴いねえってさ。それって、じいさんの息子は10年前もうとっくに落っちんでた。病でな。あのじいさん、ずっと届くはずのねえ相手に手紙を書き続けていたのさ。そりゃそうそう返事なんざ返ってくるわけねえよ。だが出し続けるうちに、ポツリポツリと返事が返ってくるようになった。届くはずのねえ手紙が。一体誰が、幽霊が手紙を書いてたとでも言うのかよ。完全に立場が逆転だな、監視さんよ。なあ監視長、あんた囚人だけじゃなく仲間からも嫌われてるみてえだな。おいおめえら、出てこねえってんなら、てめえらの分の恨み全部監視長一人に負ってもらうぜ。よく見ておけ、みんなの大嫌いな監視長がなぶり殺される様をな。やめんか。もうよせ、お前ら自身のためにもな。おい、そこの鍵開けろ。ジジイ、今なんか言った。もう二度とシャバに出ることのねえじいさんにとって、息子の存在は暗い監獄に灯す唯一の光だ。だがそいつは幻だった。光なんて本当は何もありゃしなかった。それでも幻でも奪えなかったんだろう。檻の中から見りゃシャバなんざ幻みてえなもんだ。だったらあるだけくれてやれってな。道理でたわいない話しか書けねえはずだぜ。てめえは、俺のおもちゃに手を出してただで済むと思うなよ。貴様ら全員懲罰棒行きだ。まさかあの変態陰湿性悪監視長がじいさんのために、息子の死をじいさんに知らせないためにずっと息子のふりをして。息子との面会が叶えばこの手紙たちも無駄になっちまう。だから奴はあの手この手で俺に騒ぎを起こさせようとしてたのさ。じいさんの特赦を取り消すために。一体何だったあの監視長は。さあな、そいつはきっと奴が自分の胸に聞きてえだろうよ。
ちを解放しろ。さもなくば貴様ら全員刑が加算されることになるぞ。ここに俺ら閉じ込めたのはてめえらだろうが、俺たちは真面目に牢獄に入ってるだけだ。やべえ、あいつらついに暴動を起こしやがった。監視長の願い、思わぬところで叶ったらしいな。この騒ぎでじいさんの面会はおじゃんだ。なことより、やつら絶対に監視長を生きて返さねえぜ。下手すりゃじいさんも。そいつは困る。やつに死なれちゃ俺の無実を証明するやつがいなくなっちまう。それにようやく不正の証拠掴んだんだ。か弱いじいさんたぶらかした罪きっちり償ってもらわねえとな。兄貴、まさか最初からそんなもんのために。手伝ってくれてあんがとよ。お前はもう隠れてな。これ以上追い出したら本当にさらし首だぜ。待てよ、なくだらねえことのためによくもこのシャチ様を利用してくれたな。今度はてめえが利用される番だ。ジジイだの監視だの知ったこっちゃねえ。ただあの腐れ監視長のために囚人どもの刑期伸ばさせるわけにもいかねえ。俺がおとりになって監視どもを引きつける。その間にてめえはこの騒ぎ止めてこい。ちょ待て、そいつはせいぜい大暴れして刑期を稼ぐんだな。そうすりゃまたここであんたと一緒にバカやれる。お前待て。おい見ろ、シャチがいるぞ。捕らえろ。捕らえられるもんなら捕らえてみな。この犯罪をシャチの袖でそうやすやすと掴めるとは思わない。もうちぎれたらしい。頼んだぜ兄貴。ああ、後のことは任せな。ブリ、いいよシャチ。ちくしょう、騒ぎに乗じたあいつらどこ行きやがった。シャチの手下どももいねえ。さあ、人質に逃げられたら俺たちは潰されるだけだぞ。探せ。監視長、かなりの負傷者が出ています。早く手当てをしないと。じいさん、しっかりしろ。おい、じいさん。囚人どもの狙いは俺だ。連中はここで俺が食い止める。え、しかしそれでは監視長が。てめえ死ぬつもりかよ。これをじいさんに渡しといてくれ。最後の手紙だと。見つけた。おい、そんなところでみんな何やってんだ。早く行き、さっさと戦闘懲罰棒にぶち込むぞ。監視長、すぐに助けを呼んで戻ります。死ぬんじゃねえぞ監視長。背景、息子さんからの手紙でなくてすいません。この手紙をあなたが手に取っているということは、おそらく何らかの形で私がいなくなり息子さんの手紙が届かなくなっている時のことだと思います。でも何も心配はいりません。息子さんは元気です。仕事の都合で異性に赴任したとかで手紙が届きづらくなっているだけです。異性からの書類を届けるには少々手続きが必要ですから。私の勝手な都合で最後まで手紙を届けられなくて申し訳ありません。あなたはきっともう覚えていないでしょうが、私はこの監獄に赴任した早々居場所がありませんでした。あちこちで悪さばかり働き、親に勘当同然でこの監獄に奉公に出されたものの、世間知らずの若造に曲者揃いの囚人たちが従うわけもなく、おまけに親のこね入りの私は監視たちからも疎まれていました。そんな時、私がよく泣きついていたのは監獄一番の古株のあなたでした。監獄のルール、悪辣な囚人たちとの付き合い方、ずる賢い処世術、そして暗い檻の中で暮らす囚人たちにとって外の光がいかに希望となるか教えてくれたのはみんなあなたでした。今の私は立派とは言い難く、胸を張れたものではないのは重々承知していますが、醜くも丈夫な両足で今もここで立っていられるのはあなたのおかげだと思っております。私には手紙を届けることしかできませんでしたが、それがあなたにとってほんのわずかでも希望となっていたら幸いです。これから手紙が滞ることも増えましょうが、どうか檻の外にはあなたを思っている人がいることを忘れずに、あなたを思っているのは息子さんだけではないことを忘れずにいてください。長い間お世話になりました。悪徳監視長より。ようやくおとなしくなりやがった。おい、まだまだこんなもんじゃ終わんねえぞ。
ちょうどいい。てめえの大好きな懲罰棒じゃねえか。てめえの墓場にふさわしいぜ。今まで可愛がってくれた礼はたっぷりさせてもらうぜ。おい、社会復帰不可能のてめえらにいいこと教えといてやら。人の牢屋に入るときはまずノック、監獄エチケットだ。特に懲罰棒には気をつけな。おっかねえ凶悪犯が住んでるかもしれねえからよ。貴様、なぜこんなところに。死ぬには早えよ。面会日はまだのはずだぜ、バカ息子さんよ。貴様、てめえ、そいつに何されたのか忘れたのか。忘れちゃいねえ。こっから俺にやらせろ。てめえらはもう十分うさはらしたろ。それでも暴れ足りねえなら俺が付き合ってやる。なあ監視長、俺との約束忘れちゃいめえな。暴れたら釈放。さあ誰が一番うさは溜まってるか、天下一ストレス舞踏会始めようか。ようこそ俺の懲罰房へ。監視長、無事ですか監視長。なんだ、暴れ回っていた囚人たちも見当たらん。いた、あそこに囚人が。なんで様子。おい貴様止まれ、どこに行く。やめておけ監視長。釈放してやれ。え、この監獄に奴の収まる檻はない。随分とすっきりした監獄になっちまったな。監視も囚人も仲良く間抜けにおねんねしてら。少しは頭冷やせばいいんだ両方とも。にしても今頃俺たち晒し首になっててもおかしくねえのにな。それなんだがよ、どうやら俺たち音がめなしらしいぜ。え、なんで、あの監視長が黙ってるわけねえだろ。おめえ知らねえの、あの監視長。囚人どもの罪全部背負ったらしいな。囚人どもは遊ぶにもリスクが高いおもちゃと知ったのさ。貴様のようなやつがいるんだからな。あんたがやってた文通ごっこに比べりゃ俺なんざ可愛いペコちゃんだよ。残酷な現実と優しい幻、あんたは後者を選んだ。選んだからには最後まで嘘を突き通さなきゃならねえ。だがあんたは怖くなっちまった。嘘をつき続けるのもバレる日が来るのも。だから全部ぶん投げて嘘ぶっこいたまんま逃げ出したのさ。おかげでじいさんの面会話が再浮上だ。俺にはもうこの門をくぐる権利すらない。そんな泣き言抜かす権利もねえよ。てめえも悪徳監守ならじいさんに現実突きつけて泣きっ面見て嘲笑うか、死ぬまで幻の中でじいさんを踊らせるか、どちらか選べ。じいさんの前でな。それで俺を豚箱にぶち込んだ剣はチャラにしてやる。できねえなら今ここでその首叩き落として監獄に逆戻りさ。俺が悪徳監守ならお前は悪魔だな。じいさんは教えてくれなかったよ。囚人に希望を与えるのがこんなに難儀なこととは。俺にはもうわからなくなっちまった。あんたは確かにじいさんを長いこと騙し続けていたのかもしれねえ。息子演じて幻の希望を見せていただけなのかもしれねえ。けどあんたのじいさんを思う気持ちは幻なんかじゃねえだろ。来な、宴会の時間だ。待て、俺はもうここに入る権利もねえって。んなことねえさ。公文書偽造および身分詐称の罪状の犯人を連れてまいりました。よし入れ内虫。会社が面会室でお待ちだ。ママのケツを舐めてわびろ草虫が。貴様ら、やっぱりパジャマは最高だね。むにゃむにゃ。何が起きても僕ら見てないし、パジャ、監視長殿、一世一代の監獄プレイ、いってらっしゃいませ。いいか、面会時間は10分、それ以上は所長に割る、いや規則で禁じられている。いいな。やれやれ、
随分と柄の悪い監視が増えたもんじゃ。仕事辞めたらしいな。次の仕事は決まったのか？いや、これから探す。そうか。まあ、向こうに行っても達者でやれや。今度は悪徳監視などと呼ばれんようにな。ああ、監視さん、もう結構じゃ。え、もう？待て、じいさん、俺はあんたに。何も言わんでいい。いつもと同じたわいない話ができた。それだけでもう満足じゃ。じいさん、あんたまさか。読んだぞ。いつもよりいいこと書こうとしとったな。だが字は相変わらず汚かったの。監視所、わしゃ檻の外にいる息子に手紙書いとっただけじゃ。どこで教えを間違ったか、すっかり性悪になっちまったが、仕事だけはまめなバカ息子にの。今日会えて嬉しかった。向こうに行っても手紙くれるか？ああ、必ず書く。約束じゃぞ。ああ、破ったら懲罰も行きだ。この時間はスケットダンスマジでこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。